ちょっと待ってくれ。こんなことになるなんて絶対おかしい。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回は中世予約まで7時間ということで、もう何なんだよ。いやもう追いかけるしかない。ジェシカ、また名をジェス、お前のおっぱいを揉むために、ジェス頑張るマイク、頑張るマイク、進め進め。これねちょっと組み合わせ悪いね。ランタン持ちながらライフルってちょっと、近道、毎回私近道行かないんだよ。道をたどりますよ。これ来るな、まだ来るな、まだ来るぞ。何ボタンだ、何ボタンだ。いつでも準備万端だよ。めっちゃ寒そう、ここ。銃構えてよ。そっからの？ちょっと待って。ちょっと待って、ジェス。ジェス！ジェス。ちょっと、右、右。右。くっそ。私の FPS の腕、見せるしかない。飛び降りる。ここはもう急ごう。マジや。大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー、ボタン押したから。いやさすが筋肉もりもりマイクだね。もり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 行ってこう。もうほうれん草食ってくればよかったねこのネタ通用するやつ。あ、危ない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 。いや来る、まだ来る、まだ来る、頑張ろう頑張ろう、まだ来るぞ、まだ来るぞ。危ない、結構早くなってきた。いけるかないけるかないけるかな。皆さん応援しておいてください。慎重に行こう慎重に行こう慎重に行こう。あそこはね落ちたら私が終わりですからね。行きます行きます、ゆっくり、ここはゆっくり、緩急をつけていくのが大切だよね。目先のことに追われてね、足元をすくわれては意味がない。あ、マイクがいいとこ見てみたい、マイクのいいとこ見てみたい。ここは道をたどりましょう。よしよし、緩急をつけていこう、緩急を。あ、いけるいける、ナイスマイク、グッドワーク。お、ついた、ついた。ああ追いついたんじゃない、追いついた。よし任せろ任せろ、エイムの準備しとこう。腕を温めておこう。回せろ回せろ。よし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 。絶対に救ってみせる。今行け、今行くぞ。分かってる分かってる。急がなければならないのは分かっている。どうせ地下だろう。地下での対決になるようだ。心してかからねばならぬね、これね。チャージかよ、あの奥か。あー緊張してきた、緊張してきた、弾がキュッてなってきた。行く行く、今待って、今行くから。もう明かりあるから銃持ったままでいいんじゃない。オッケーオッケーオッケー、踏ん張って、踏ん張って、どういう状況か知らんけど踏ん張って。ジェス、あ、エレベーター、エレベーター来てるね。そんな、あ、嘘だ、ダメ、ジェシカ、ジェシカ死んだ、ジェシカダメだ、ジェシカ、ダメだあれ。あ？あ、ちょっと待って。ここ崩れるもしかして？ちょっと待って。え、やられて。おら！ヘッドショット。今の完全に当たったでしょ。ヘッドショット。任せろ。
FPS だけは任せろ。敵を絶対に撃ってやる、ジェスの。こうなればな。復讐劇や。全力で神経を研ぎ澄ましていく。もうマイクがね、元特殊部隊、急ぎます、私はもうこうなったら。復讐に燃えるマイクのこの力よ。よいしょ、結構怖い、これ。結構怖い。結構急ぐとやっぱ、急ぐと怖い。慎重にここ。もうね、ほんとビビるな。もう登ろう登ろう。大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいけるいける。早い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 、ちょっと待って。マイク頑張って、早く。ん、こっから。オッケー、イエス。あ、いた、ざけやがって。あ、いや、肩に背負わない方がいい。持っといた方がいい。そっから狙おう。そっから狙おう、もう。そう。任せろ、エイム任せろ。何？おい、くそ、なんだよ、このやつ。マジか。完璧なエイムだったでしょ、あれ。やばい、滑り込まないと。ちょっと待って、何ボタン？三角、任せろ。絶対に追い詰めてやるわ、あいつを。これを入れて、スライドすると、うん、これで OK ね。新しいランタンを手に入れました。必ずあいつを見つけ出す。任せてくれ、マイクを導くぞ。でもライフルがな、なくなったからね。新しいライフルを手に入れたいけど、あれ、あー、吹雪いてきたな。この格好じゃ厳しいぞ。やばいやばいやばい。うわあ、ちょっと待って、一回炭鉱に戻ろうか。勢い余って追いかけすぎた感じがするね、これね。何あれ、何あれ、変な建物ある。これは真相に近づいてるんじゃない？あ、ジェス、これあれダメかな。さすがにあれ生きてないかな、ジェスは。どうしました？頭殴られてたね、そういえば。で、アシュリー連れ去られたんだよ、前回。アシュリー、さあ、クリス、行きましょう。あ、ちょっとね、一人死んじゃったな。アシュリーの命もちょっと危険になってきましたね。アシュリー、アシュリー、知り合いの話ではね、初めてこれやって、一発目で全員生存したため、もうそのまま撃ったという人がいるらしいです。いや、あるんですね、そういうことね。うん。なので、視聴者さんの中にも一発でクリアしてる人とかはいるかもしれません。うわ、何これ。あ、テーブルか。私はちょっと無理っぽかったな。これ、でも何回か楽しみたいからね。頑張ります。一応、これはするために頑張ろう。うん。あ、そこか。あのドア入る前に、こちらから調べていきましょうか。何か重要なアイテムがあるかもしれませんからね。ああ、ハンカチみたいな。やばい。やばいよ、これ。これ何？これ。これ何？チャックがついてたけど。あ、それとね、この、急いでちょっと歩くやり方があったみたいですね。コメントもしされていたら、ありがとうございます。あんまり速度変わらないけども。あ、こちら側にも行けるのか。こっちは行けないと。じゃ逆側ですかね。さあ、こっちから行きましょうか。なんだよ。と、なんでカラス入っとんの、ここに。何これ。あ、くそ、まずい。ああ、っていう声出しちゃったけど。まずいぞ、これ。アシュリー生きてるかな。生きててくれ。また一人ね、女の子が犠牲になる。あ、大丈夫かしら。大丈夫かしら、これ。
いやダメだろうな多分これ。もう殺人鬼の思うがままじゃないですかこれ。え、血の跡を追っていかなければならないのかなこれ。あー多分こちらでしょうね。あーどれどれ。いや歩きたくないなこんなとこ。アシュリーちゃん、アシュリーちゃん、誰かいる？アシュリー。ああ違う、ね、血を追いかけるとなるとこちら側でしょうね。ん、あ、あれ何あれ何カカシ、何なんだ。私が不気味って言ってたカカシ、誰がこんな。うわ、中に何入ってる。あ、作られたもの。お、ふざけるのもいい加減にしてほしいですね。あ、豚の頭。手がかり発見しました。豚の頭だと。リアルすぎでしょ。豚の頭が山の斜面に捨てられていた豚の頭と。何の手がかりなのそれ。豚の頭、黒い。え、ここに何かある。何これ何これ。爆弾。あ、トーテムや。え、今崩されてたよ。死のトーテムやんこれ。わーやばい、死の予告が来ました。あーやばいね、なんか吊るされてたね。あーどうしよう。過去の出来、さあ吊るされないように気をつけたいと思います。ちょっと、いやそれも気をつけらんないでしょはっきり言って。何気をつければいいのよ。勘弁してくれよ本当。こっちはトーテムの場所だったみたいですね。右側からが行くのが、本当の行き方っぽい感じがします。こちら側ね。ヒヒフーですよ。最近ね、レイヤーズ・オブ・フィアーというゲームの方もね、ホラーゲームの方も実況しているんですが、そちらもかなりの怖さなんでね、ぜひともね、こちらでね、楽しめたよっていう方もね、こちらに足を運んで見ていただけたらなと思います。アシュリー、アシュリー、あー、アシュリー生きてんのかな。アシュリー、あー、なんかほら、家があるよ。小屋か、小屋か。よし、あそこにいるだろう。アシュリー、着きました。小屋の方に着きました。これ洗濯物みたいなの干してあるけど、あれ洗濯物じゃないのかな。多分洗濯物じゃないね。さあ入りましょうか。じゃあ血が続いてるんでね、こんな。うわ、怖い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 。何ここ、何豚が吊るされてない。あ、吊るされるの嫌だよマジで。ちょっと待って、ここにいる君は。わからない。ねえ大丈夫、何があったんだよ。やばい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 、助けて。あ、今行くから話し続けて。マジか。あなたなの。もうそう、映画そうみたいになってんだけど。今夜はちょっとした実験を行おうと思う。軽いテスト。この実験には2人の実験台による協力が不可欠となる。ジョッシュにアシュ。何もう一人の勇敢な参加者にあるものを託す。生きるか死ぬかを選ぶ運命の決断。はい。何すんのこれ。そう騒ぐな諸君。はい、難しいことじゃない。いや、しっかり聞こう。これ、君の前にはレバーが置かれている。はい、君はただ救いそういうやつ。いや、こんなのもう選べないでしょう。やめて、ちょっと待ってくれ。こんなことになるなんて絶対おかしい。オーケー抜け出せるはずだ。さあ、おいクリス、お願いよ。
クレス、私を見殺しにして。どうしよう。その頭が真っ白だ。そのシュリー救います。だってさ、片思いなんだもん、アシュリーに対して。やめろ。アシュリー救います、ごめんなさい。ごめん。ごめん。ダメだ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 。違う違う。俺はそんなにしてたのに。ごめん。アシュリーが好きなんや。ここちなみに海外版だとしっかり描写されてるらしいです。日本版なので、ここら辺規制されてるんですよ。女子は無事だと言ってお願いだから。いや、無事じゃないですよ。無事じゃないね。今行くからな、アシュリー、下ろしてやる。あ、いや、急ぐな、あんまり急ぐな。うわ、ここ絶対絶対なんかあるんでしょ。真っ二つに言われた女子のさ、体が真っ暗真っ暗というペース、あれはどうかと思ったけど、こう修正はね。いやー、ぜひとも気になりますね。おそらくそのセクシーシーンとかも海外版の方がしっかり描写されてるんでしょうね。それって誰の血なの、アシュリー。大丈夫か。いやー、ダメだったわ。ジョッシュがどうした。ジョッシュ死んじゃった。僕たちの目の前で、うん、あれは無理。殺人鬼、うん、嘘でしょ、早く逃げないと。何が起きてんだよ。殺人鬼がいて、それにノコギリがあって。そう、無理なんです。頭が真っ白だ。真っ二つに切られて、いろんなものが吹き出して。え、何それ、どういうことなの。いやー、これね、これなんかクリスが死にそうな予感がするな、次。ちょっとこんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。そうだね、俺たちで解決しよう。僕はどうしたらいいのか。まあ、私が選んだんですけどね。あ、今度はこの二人。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。いやいや、違います。分かった、もういいわ。もうね、ジェス。でも殺人鬼が走り回ってたら、助けも呼ぶってことでいい。じっと待つんじゃなくて。4人固まっとこうよ。ね、こういう時に別れるから良くないんだよ。固まろうよ、4人で固まろう。手つないで歩こう。あー、ダメだね。2222で別れるから。あ、そんなわけでね、いつもの、診察の。うわ、あー、すごいオブジェ、何今の。今回アンティルドーンが本気出してきましたね、これね。うん、だいぶ盛り上がってきたのではないかな。確かに。でもこれはゲームなんですか。進んでいるかい。いや、そんなことはない。私選んだ通りやってないじゃない。そうか、彼らなってないよ。仕打ちを受けているということかね。あ、怒られた怒られた。何が言いたいの、あなた。助けたいんだ。バトル。気がしているこのゲームは、はい、君にとって決してメリットのあるものではない。誰にとっても、はい、それにこれでは、君の思いやりが全く感じられない。うん、あ、まあ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 、やっぱこれ犯人をプロファイルしてるんでしょうか。犯人の頭の中でこうなんか鑑定してる感じなんでしょう。先生怒らしちゃったな。こんな手の込んだことを己の自己満足のためだけに続けるつもりなのか。怖くなってきました。私の存在を疑っているのかね。ええ、そうですね。あなたは存在しない。ああ、これが全ての問題の核心だ。はい、もはや区別がつかないのではないか。いや、この状況がおかしいもんだって。そうだろう。ええ。
いや、いい演技しますね。やっぱりこの役者の方はね。ああ、そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフを祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は、画面のアイコンから。携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。やめてよ。見よ、霊界への片道切符だ。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂がってことで、バイバイ。